今回は前回紹介した各キャラにお似合いの部活動紹介動画第2弾をやっていきたいと思います。今回は義軍編になりますね。それでは早速見ていきたいと思います。行ってみよう。まず1人目はカコートンです。カコートンといえば曹操が挙兵した当初から付き従っている右腕的キャラで、曹操が心を許している数少ないキャラの1人ですね。片目を矢で射抜かれたことで赤眼となった後も戦場に立ち続け、麒麟牙を手に縦横無尽に戦場を駆け回る勇猛ぶりや、中井さんが声優となっていることから大人気キャラの1人だと思います。カコートンはキャラが立ちすぎていて、正直何部がお似合いかめちゃくちゃ悩んだんですよね。マジでカコートンめっちゃ難しくて、見た目で判断するならダンス部あたりがいいかと思います。見た目のいかつさ、無駄に似合うオールバック、将来エグザイルに入れそうなカリスマ性はダンス部でまんべんなく活かされると思いますね。カコートンが無表情で M ステで踊ってる姿とか見てみたいです。ただカコートンは実際のところ外政より内政を任されることが多かった武将なんですよね。曹操がゴリゴリの現場監督だったことや、そんな曹操からめちゃくちゃ信頼されていたことも理由ではあります。ということで、そういった観点から考えるとカコートン本人は不満でしょうが、帰宅部がいいかなと思いますね。学校が終わったら即帰宅してもらって、自宅警備員として職務を全うしてもらえればと思います。カコートンまあまあ短期なので、フィジカル勝負の部活とかやらせると暴力問題が起こってしまいそうなので、帰宅部がお似合いかもしれません。続いて2人目は天衣です。天衣は曹操の親衛隊として命果てるまで護衛を立派に務めた最強の武人で、いかつすぎる見た目とは裏腹に義理と人情に厚い、友達とかには最優先で欲しいタイプの人物だと思います。天衣はとにかく見た目のいかつさや気持ちの強さが飛び抜けていると思うので、もうこれはラグビー部一択ではないでしょうか。ラグビーはボールを仲間内で死ぬ気でつなぎ得点につなげるスポーツです。ポジションごとに役割が明確に決まっており、かなり激しいコンタクトがある競技なので、気持ちの強さや単純なフィジカルの強さ的にも天衣に向いているんじゃないかなと思いますね。あと個人的に面白いのは吹奏楽部ですかね。天衣に一生懸命大太鼓とか叩いてほしいですね。続いて3人目は巨著です。巨著も天衣に誘われて曹操の親衛隊を務めた大男ですね。もともと温厚な性格ということもあったか、あんまり戦自体が好きではなさそうなキャラでもあります。ただ巨著の体型と見た目だと、もうこの部活以外は考えられないんですよね。もう皆さん気づいていると思いますが、もう巨著は相撲部一択です。もうこんなのもう横綱になるためだけに生まれてきたみたいな天性の才能すら感じます。ぜひ巨著には相撲で全国大会優勝してもらって横綱への道を歩んでいってほしいと思いますね。あと考えられるのは、部活とかではないんですが、巨著はもともと米とかを自分で作っていたみたいなので、農業高校とかで農業関係の活動とかもしてほしいですね。農協とかに米や野菜を巨著の写真付きで置かれていたら、もう僕は間違いなく買ってしまいます。続いて4人目は曹操です。覇道を進む勧誘で飛び抜けた軍祭で、挙兵当初からぐんぐん勢力を拡大させていった、文字通り三国志の主人公、中心的人物になります。人の嫁さんに手を出したり、ロリッコを手に入れようと目バキバキで出兵したりと、たびたび気になる点は出てきますが、それらを差し引くと曹操の活躍は凄まじいものだと思い知らされます。さてそんな曹操なんですが、あまりにも見た目がおっさんすぎるので、どう転んでも囲碁将棋部ぐらいしか思いつきませんでした。やっぱり頭も相当切れますし、状況判断力がとにかく飛び抜けていると思うので、曹操に将棋をやらせるとどのくらい強かったんだろうと興味が湧いてきます。また経営力や人材育成力が異次元レベルなので、商業関係の学校で経済や経営について勉強してもらって、個人事業主として人生大成功、パワーマン最上階で美少女に囲まれた生活を送ってもらえればいいかなと思います。変態おじさん頑張ってください。続いて5人目は花公園です。花公園はもう皆さん分かりますね。考えるまでもないです。弓道部ですね。加工園も弓術に長けているので、弓道部主将としてガンガン実績を出してもらえたらと思います。前回の動画で紹介した甲冑が弓道部顧問なので、最強の先生、最強の生徒で全国にその名を轟かせてそうです。また加工園が弓道部主将になっている理由としては、とにかく面倒見がいいんですよね。部下の失敗も軽く笑い飛ばしながら、そんなこともあるよ、休んどけやと尻拭いまで嫌な顔一つせず受けよう、その姿に感動した人は多いと思います。加工園は理想の先輩、上司にぴったりな人物なので、僕は先輩としても上司としても加工園を第一に推したいですね。続いて6人目は長領です。
長領は董卓、呂布、曹操の順に仕え、圧倒的な武を振るい活躍した猛将ですね。長領の部活を何にしようかなといろいろ考えていたんですが、長領の功績や実績から部活につなげられそうなものがなかったんですよね。合肥で5の大軍を数少ない戦力で奇襲し、見事に撤退させたという功績や、イベントなどでよく描かれる騎馬能力から、まあ、乗馬部とかかなと思いますね。あとは薙刀を自在に振り回しているので、そんな部活存在しませんが、中国雑技団部とかはどうでしょうか。長領ちょっとマジで難しくて、個人的にネタにしにくい武将なので、誰か長領をおすすめの部活とか思いつく人がいれば教えてください。続いて7人目は芝居です。芝居におすすめの部活はいろいろ考えてたんですけど、何がいいですかね。個人的には諸葛亮に対抗してほしいという要望が強いので、放送部に入ってもらって諸葛亮と2人で運動会の実況とかしてほしいです。ただ芝居はプライドが高く、基本上から目線で煽るのがうまそうなので、運動会の実況とか周りからヤジ飛んできそうで心配です。芝居本人もわざとやっているわけではないので、なぜ私がここまで罵られねばならんだこのバカどもめがと分かりやすく戸惑っているのも容易に想像できます。まあ、あと考えられるのは芝居のダッシュ攻撃ですかね。なぜか芝居はダッシュ攻撃になると重力を無視して一定時間空中を滑空する秘技ドラえもん歩法を身につけています。そのため地に足がついていない不安定な状態でも体のバランスが崩れない圧倒的な体幹を持っているんですよね。なので意外とスケボーとかやらせたらめちゃくちゃ才能開花するんじゃないかなと思います。ここ最近スケボーが人気なことからオリンピック競技としても採用されたりと、かなりメジャーなスポーツとなってきているので、芝居が高笑いしながらテレビで滑っている姿を見れる日が近いかもしれません。楽しみですね。続いて8人目は徐行です。徐行は小細工なしの生粋の武人というイメージで、関羽と繁盛で敵ながら語り合ったり、その後一騎打ちで関羽を退けたりと十分すぎる功績を残している武将でもあります。そんな徐行ですが、自身のことを拙者と呼んだり、マイルと古めの言葉をよく使うことで有名だと思います。実際僕も小学生の時に徐行の喋り方を真似していた時期があったので、子供にも好かれやすい人物像となっているんでしょうね。そんな徐行の部活なんですが、もう完全に喋り方からの偏見ですが、もう忍者研究会とか忍び研究会でいいんじゃないかなと思います。理想としては服部半蔵とかをオブザーバーに添えて忍者について調べて発表してほしいですね。また徐行は大斧を振り回す攻撃モーションなので、野球部で4番とか張れそうじゃないですか。ただバッターボックスに立つために、拙者は徐行名、腕に覚えあらばお相手願うと叫んで、相手チームからあいつなんなんとバカにされてしまってそうです。徐行自体は至って真面目なので死ぬほどかわいそうなんですが、もうこれは仕方ないですね。みんなで後でフォローしてあげましょう。続いて9人目は長考です。長考は三国無双界の癖強筆頭株ですね。美を追求し、どんな時も美しく、華麗に優雅にをモットーに戦場を駆け回る猛将です。実際の長考は武才はもちろんのこと、知略にも非常に長けた人物で、当たり前ですがめちゃくちゃおっさんですね。どういう流れで長考がここまで歪んだキャラ構造になったのかは謎ですが、まあ、そこら辺は気にしないでおきましょう。長考はキャラが強すぎるのでいろいろ考えてみたんですが、まずはバレー部ですね。バレー部とか今時あるのかどうかは知りませんが、美に敏感なことであることに、現場で華麗に舞っている長考のポテンシャルを完璧に活かせる部活ではないでしょうか。あとは演劇部とかはどうでしょうか。演劇で演技とパフォーマンスを磨きに磨いて将来役者として活躍してそうですね。長考お気に入りの部下たちも続々と演劇部に入ってきそうなので、まあまあ意識高めの大軍勢になること間違いなしではないでしょうか。あとはそうですね、フィギュアスケートとかも長考のポテンシャルはいきそうですし、社交ダンスとかもいいんじゃないでしょうか。ただ個人的に間違いないなと思うのはスピードスケートです。もうこれは長考のために用意された競技といっても過言でないレベルですよね。摩擦抵抗が激しい地面であれだけ滑れる長考が氷上で滑ったら一体どうなってしまうんでしょうか。もう想像するだけで楽しくて夜しか眠れません。続いて12人目は新規です。新規は暗器である鉄滴を用いて素早い攻撃で敵を殲滅。無双乱舞では全方位に音響攻撃を行い、ガンガン無双していく強キャラですね。僕の大好きなキャラでもある新規姉さんなんですが、彼女にぴったりの部活が結構難しいんですよね。まあ無難なところでいくと、武器の特徴的にも吹奏楽部かなと思うんですが、正直これは誰でも予想できるレベルなので、まあ置いておきましょう。
あとは新規の厳しくも優しさあふれる鋭い眼光やチャージ4のサイドキックなどド M 男児にはたまらない攻撃モーションやセリフが多いので、もう僕の要望丸出しではありますが SM クラブを創部しましょう。活動内容に関しては深くは触れませんので、各々の想像力発想力を存分に発揮して楽しんでください。また新規は多分着物とか着せたら死ぬほど似合うはずなので、茶道部とかも似合うでしょうし、袴を着て書道部の書道ガールとして大筆を振りながら飛び散る新規の汗を小瓶に集めて飾っておきたいですね。まあ、ちょっとそろそろ僕の激キモな発想力にドン引きしてくる頃だと思うので、新規に関してはこのくらいで終わっておきますが、皆さんはどうでしょうか。おすすめの部活があればコメントで教えてください。続いて11人目は総人です。総人は新三国無双3からプレイヤブル化されたキャラで、硬い鎧に身を包み矛を内蔵した大盾を用いて無双するキャラになります。総人に向いている部活動なんですが、やはり戦い方から見るにラグビーや柔道といったフィジカルをもろに使うスポーツが向いていると思います。五条原でのイベントムービーでも敵を真正面から吹き飛ばしていますし、総人の振り切った気持ちの作り方は存分に活かされると思いますね。ただ総人は争い事があまり好きではないので、あんまりぶつかる系の部活をさせるのはかわいそうにも思いますが、戦とスポーツは全く別物なので純粋に楽しんでプレイしてくれそうです。続いて12人目は総飛です。勧誘曹操の息子で新規の夫であり、本作よりプレイヤブル化された武将になりますね。総飛は4以前のモブ感からは到底考えられないほどキャラが立っており、鋭い目つきに自他ともに厳しい性格、近寄りがたい雰囲気に圧倒的なカリスマ性は僕を含め無双ユーザーを釘付けにしたことでしょう。そんな総飛をどの部活に入部させようかといろいろ迷ったんですが、もう見た目だけで考えるならサッカー部部長なんですよね。義のイメージカラーも青色ですし、顔立ちと雰囲気がサッカー部の鬼部長というイメージしかありません。正直総飛に関してはこれ以外にそれらしいイメージが思い浮かびませんでした。なんかカリスマ性がありすぎて何をやらせても全てそつなくこなしてしまう器用富豪っぽい気がするので、いろんな部活動の有能助っ人ポジションで責務だけ果たして帰っていく最強転校生のポジションが似合うのかなと思います。はい、次でラストです。ラスト13人目は宝徳になります。宝徳は本作からプレイヤブル化されたキャラで、双撃を手に西洋の甲冑騎士を彷彿とさせるいでたちで無双しまくる有能武将ですね。もともと2の同館で馬長軍モブとしてハイパー化されて登場していたため僕覚えていたんですが、あのモブからこの変わりようは最初見た時吹き出してしまいました。そんな宝徳なんですが、自身のことをそれがちと叫んでみたり、技法を撃滅させていただくなど女皇の弟子かと思わせるくらい癖のある言い回しが特徴的なキャラでもありますね。なんかギウンってなんかオタッキーな言い回しのキャラ多いんですよね。まあ昔はこれが普通なんでしょうか。じゃあ宝徳を何部にしようかなといろいろ迷ってみたわけなんですが、何が似合いますかね。基本的に落ち着いたトーンで物おじしないタイプなので、心霊研究会とか入れてみて現地でビビらしてみて反応を見てみたい気もします。まあ、一歩間違えれば撃滅されるので注意が必要ですが、まあ、あとは登山部とかですかね。双撃の絵をもう少し短くカットして山肌に突き立てながら登ったらどんな山でも踏破できそうな安心感がありますね。宝徳は個人的に4でかなり好きなキャラの一人なので、真面目な部活動がどうしても考えられなかったんですが、このどれかで落ち着いてくれたらいいかなと思いました。はい、今回は以上になります。おすすめしたい部活動の義軍編となりましたが、いかがだったでしょうか。またね、気が向いたら5軍も作成するつもりですので、のんびりお待ちいただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。